ミーゴー小林です。やっと涼しくなってちょっと秋らしくなってきて、まあ、30度という日が、続いていたんですけれども、それも少し落ち着いてですね、植物の方もやっとこう秋でですね、少し寒暖差があって成長してくる時期になってきたんですけれども、秋は冬に近づいていくんで、ちょっと春よりはやれることは少ないんですけれども、植え替えですとかね、あとはちょっと、暑かったのでお水やりを控えていた方もお水やりじゃんじゃんできるような時期になりました。でですね、結構あるあるだと思うんですけれども、植え替えしたのになかなか大きくならないというですね、ちょっとこれ同じ時期に植え替えして、こっちの方が大きい鉢であるのにもかかわらず、こっちはもう全然大きくならない。この原因としてはですね、ちょっとこう根鉢みたいになってて、根がガチガチに固まっていたんで、それをほぐさないで鉢増ししちゃったせいじゃないかなと思うんで、実際こういうもの抜いたら根っこはどうなってるのかっていうのをちょっと今から見ていきたいと思います。まあ、一応予想としては根鉢のまんま固まっちゃってるんじゃないかなと思います。じゃあちょっとこちら抜いていきたいと思います。ということで、ちょっと見やすい画角にしたんですけれども、こちらトランカータですね。トランカータのメリクロムなんですけども、こんな感じですね。ちょっともう芯も少し傷み始めちゃったんで、ちょっと抜いて見てみます。意外と根が張ってたりするかもしれないですね。あ、根は張ってますね、ぼちぼち。こんな感じで。でもなんで大きくならないか。根がこれだけ張ってるんですよ。ちょっともうちょっとほぐしてみてみましょうか。まあ、やっぱりここが根鉢のように硬くはなってますね。ただこれだけ根が張ってるのにもかかわらず全然大きくならないっていうですね。あ、やっぱここはまあ古い根っこで固まっちゃってますね。もうちょっとこんな場合は一回リセットしてあげた方が。根はこんな感じの根っこで、まあ、悪くない根っこだとは思うんですが、この辺はもうダメになっちゃってますね。なんで生きてる根っこが少ないですね。抜いてあげるといろいろ分かりますね。この辺の根っこなんかも死んじゃってますね。生きてるのはここの根っこだけですかね。ちょっと切ってみましょうか。まあ、じゃあちょっと切る前にこっちの方もちょっと抜いてみましょうかね。こっちはぼちぼち、あ、しっかりしてますね、根っこが。根鉢は根鉢なんですが、おそらく生きてる根っこが多いんでしょうかね。こんな綺麗ないい根も出てますね、ここら辺から。まあ、こっちに比べるとしっかりこういう綺麗ないい根っこが残ってますよね。ちょっと一回これ全部綺麗にして根っこの状態を見比べていきたいと思います。
はい、ということで、根っこきれいに洗って、まあ両方ともこっちの方も根鉢だったんでそれをちょっと崩して、きれいに洗ってみたんですが、根っこの違いが出てきましたね。こっちは、まあ、ちょっともう古くてこの辺なんかもう腐ってる根っこですね。この辺の根っこは腐っちゃってますね。そしてこちら白くちょっと洗って切れちゃったりしたのもあるんですけど白くて綺麗な根っこが出てますね。こういう根っこがしっかり出てきているんでやっぱこの株の差っていうのはこんな感じ。ちょっと汚い根っこもカットしてみますね。まあ、ちょっと時期的にあんまり根っこをいじるのはいい時期ではないんですがこんな感じですよっていうのをお見せするのに分かりやすくこれですね。そしてこっちこっちはまあダメな根っこはそこまではなさそうですね。まあ、ただ白くて綺麗ないい根っこがかなり出てますね。ちょっともうちょっと洗いますね。はい、洗ってきました。ちょっと洗ってる間にもまた白い綺麗なねポキポキと折れちゃったんですけどこういうところですね。こういう白いところこっちはもうほぼ白い根っこはないですよね。ちょっとこう古くなった根っこですね。やっぱこういった根っこの差が出てきてますね。まあその差がこの株でやっぱ根が弱いとちょっと痛みが出始めたりとかっていう感じですね。なんでこういう綺麗な白い根がないっていうのがこっちの大きくならない原因だと思いますね。まあ、そういった時は一回やり直す。時期的には今秋なんで来年の春まで待って根っこを切ってやり直すっていうのがいいんじゃないかなと思います。その時ですねしっかり干してだいたいちょっとこう晴れが続くような日で2週間とかですね、まあ、場合によっては1ヶ月ぐらい干してしまってもいいんですけれどもしっかり干すことで株が水を欲してグッと根を張るっていう感じですね。はい、ということで今回はアガベのトランカータ植え替えしてもなかなか大きくならないのはなぜかというのをちょっと根っこを抜いて、確かめてみました。同じ時期に植え替えしてるんですけれどもこちらはちょっと大きい5号鉢に植えておりましてこちらは4号鉢に植えてあったんですけれどもこれだけ差が出てきてしまっていたのは何でかっていうとこの白い綺麗な根っこが出ていなかったからですね。まあこういう時はやり直しするっていうですねまあ秋の時期というよりは、春暖かくなってくる時期にやった方がおすすめです。ということで今回はなかなか大きくならない株なんでだろう。これ原因の一つであるんでいろんな要因がありますのでやっぱりだいたい原因というのはですね土の中の根っこにあるのでもしですねちょっとこう株がぐずってきたなとかなかなか成長しないなというようであれば1回抜いて根っこをチェックしてみてはいかがでしょうか。ということで今回はトランカータの成長度合いでした。この動画いいと思っていただいた方はチャンネル登録高評価よろしくお願いします。アディオスコバアミゴー。